クレーグリンゲンはドイツビュルテンベルク州マインタウバー郡に属すし、クレーグリンゲンはバーデンビュルテンベルク州の最も北東に位置する。タウバーガー沿いにローテンブルクオップデアタウバートバートメルゲントハイムとの中間にあたる。1972年の市町村再編以降、この市にはそれまで独立した市町村だったアルクスホーフェン、ブルームバイラー、クラインタール、クレーグリンゲン、 フィンスターロール、フラウエンタール、フロイデンバッハ、ミュンスター、ニーダーリムバッハ、オーバーリムバッハ、ラインスブロン、シュマーバッハ、バルトマンスホーフェンが属している。プフォステンシュリッツマウアーの、イコールオーマ時代以前の鉄器時代、すなわちラテーヌ時代にオッピトムフィンスターロールは建設された。考古学的調査はこれまで極めて限られた範囲でしかなされていないが、 プフォステンシュリッツマウアーを含む防衛施設が発見されている。クレーグリンゲンは1045年にバンベルク司教の文書に初めて記録されている。1088年にはこの村はコムブルク修道院領になっていた。13世紀にブラウネック城に今日構えた法ンドーエクカ一門の所領に移された。1349年にゴットフリートフォン法ンドーエブラウネックが クレーグリンゲンに都市圏を与えた。伝承によれば、1384年8月10日に、ある農民が、クレーグリンゲン郊外のプフリューゲンで、無傷のホスチアを見つけた。この発見場所に1389年に建てられたのが、ヘルゴット教会である。この教会は、コンラートフォン,ホーエンドウェへ及びゴットフリートフォン,ホーエンドウ道へが、接種となった。 この教会のティルマン・リーメン・シュナイダー作のマリア祭壇は1505年にここに設置されたものである。17世紀のクレーグリンゲン1390年にホー法塩堂へブラウネックの家系が絶えた後、クレーグリンゲンは右与曲折の歴史をたどった。バインスベルク家、チューリンゲンのシュバルツェンブルク博、ブランデンブルクアンスバフ派辺教博らの統治を経て、1791年にはプロイ占領。 1806年にバイエルン領、そして1810年に最終的にビュルテンベルク領となった。ビュルテンベルクではオーバーアムとメルゲントハイムに属した。1933年3月25日に当時、現職の市議会議員を含む16人のユダヤ人が虐待を受けた。ヘルマンシュテルンとアルノルト・ローゼンフェルトは虐待の中で亡くなった。彼らはドイツにおける ユダヤ人虐殺の最も早期の事例の一つとなった。フリッツ・クラインの指揮下で行われた、このクレーグリンゲン迫害活動は、現代の研究によれば、死者を出すほどの組織的、暴力的反ユダヤ人いきれの帝国最初の例である。1934年に、オーバーアムトは軍に再編され、1938年にメルゲントハイム軍が成立した。 1973年1月1日、同軍の廃止に伴いクレーグリンゲンは新設された、タウバー軍、現在のマインタウバー軍に編入された。これに先立つ1972年2月1日に12の町村がクレーグリンゲンに合併している。アルクスホーフェ編、編集、アルクスホーフェ編は807年に初めて文献上に記録されている。 1341年には独自を教会教区を得ている。1695年にこの村で最初のユダヤ人に関する記録が見られる。フィンスターロール、編集フィンスターロールは1224年にビュルツブルグ司教本部の書類に初めて記録されている。世俗家により最初はバイエルン寮となったが1810年にビュルテンベルク寮となった。フラウエンタール。 編集フラウエンタール修道院は1232年に首都会の修道院として建設された。1525年にドイツ農民戦争で破壊され、最終的に修道院が廃止された後、1548年にアンスバッハ工領に移された。修道院近くの小集落は時代と共に拡大し、1791年に独立した村となった。 フロイデンバッハ、編集、アルクス・ホーフェンと同様、フロイデンバッハも807年に初めて文献上に記録されている。領主が長らく、ホーエンドウェブラウネック下であったが、その後アンスバッハ編教迫に移った。シン家により1806年にバイエルン領、1810年にビュルテンベルク領となった。この村では、 露天掘りで砂岩の採掘が行われていた。また、歴史的には、砥石の輸出が重要な産業であった。こうした資材は、アンスバッハ城をはじめ、この地域の多くの建物に用いられている。ミュンスター、編集ミュンスターは1232年に、初めて記録されている。ホーエンドウェブラウネック家はこの村から得た富で、フラウエンタール修道院を建設したというものである。ニーダー・リムバッハ。 編集、ニーダー・リムバッハは1045年に初めて文献上に記録されている。この集落はタウバーガーの支流であるリムバッハ川沿いに位置している。ラインスブロン、編集この村は1267年のドイツ騎士団の文書に初めて記録されている。現在の城のある場所に、ホーエンドウェブラウネック家から霊園を授かったラインスブロン家が所有する砦があった。 15世紀半ばにブランデンブルクアンスバッハ、辺境白化はガイアーフォン・ギーベルシュタット家に霊園として与えたラインスブロンを含む土地を獲得した。1587年にフィリップ・ガイアーフォン・ギーベルシュタットは2万3千、0グルデンで現在の給水城市の土地を購入し、取り戻した。この人物は有名なフロリアン・ガイアーの子孫であり、1587年に 宗教改革を行った。ガイアー・フォン・ギーベルシュタット家が断絶すると1708年にプロイセンあるいはアンスバッハ編教博に戻された。1923年に老朽化した城の北翼及び西翼の一部が倒壊したが再建されなかった。現在まで残された城管の一部だけがかつてのラインスブロン城の映画を物語っている。 ブラウネック城この宿内のニーダーシュタイナ派、小集落にブラウネック城がある。この城は11世紀に建設され、1525年にドイツ農民戦争で大きな被害を受けた。この城は、ホーエンドウェブラウネック家の主城であり、現在は保護文化財に指定されている。シュマーバフ派、編集、シュマーバフ派は1182年にアルブルトゥスで、ホーエンド保ホの霊園として、 初めて文献上に記録されている。バルトマンスホーフェン上バルトマンスホーフェン編集ビュルツブルグ司教領主の文献中、バルトマンスホーフェンは807年に初めて文献上に記録されている。バルトマンスホーフェンの城と村は、その後、トルフィゼス・フォン・バルダースハイ向けのものとなったが、1474年にローゼンベルク騎士に移された。1632年には、 ハッツフェルト博、さらに後には、ビュルテンベルク王国領となった。宗教改革以後、クレーグリンゲンではプロテスタントが主である。国家社会主義の時代までは、ユダヤ教の大きな組織もあった。ローマカトリックの組織は、多くのカトリック系難民がクレーグリンゲンに移り住んだ第二次世界大戦後に設けられた。現在では、旧経験八方教会の組織や、 新首都派教会組織もこの都市にはある。17世紀の初めから1939年まで、クレーグリン園にはユダヤ教組織があり、その信者はクレーグリン園ユダヤ人墓地に葬られていた。この町のシナゴーグは1800年からの遺園通り28にあったが、1933年3月25日のクレーグリン園迫害活動によって破壊され、現在は、 この場所の建物に記念プレートが掲げられている。クレーグリンゲンの市議会は21議席からなる。市長は8年ごとに改選される。図柄、ガ銀字に赤い爪と赤い舌を出して、こちらを見る黒い獅子が上下に配されている。クレーグリンゲン及びラインスブロン、アルクスホーフェンはワイン作りの街である。クレーグリンゲンは1九0年以降、ビュルテンベルク国営鉄道、 後には、ドイツ帝国鉄道、さらに後には、ドイツ鉄道の支線によって、鉄道網に接続している。この支線を経由して、レッティンゲンから、奥ゼンフルトへのガう鉄道にも接続していた。この路線へは、ビーベレーレンで接続し、レッティンゲンまでは、ビュルテンベルク鉄道の支線と同じ路線を利用していた。旅客鉄道は1967年に、 貨物輸送も1980年代に廃止された。その後線路は撤去され、路線跡はタウバータール自転車道に利用されている。現在、かつての鉄道を思い起こさせるものは自転車道になっている。鉄道用築堤跡だけである。放送、編集、クレーグリンゲムは南西ドイツ放送の超短波送信所のある町である。右表のプログラムが放送されている。 クレーグリンゲンには、実家学校が1校、職業実家学校を併設した、基礎家庭、本家庭学校が1校ある。ギムナジウムはバイカースハイムへ通学する。クレーグリンゲンは、多くの見どころを持つ、ロマンティック街道に面している。ヘルゴット教会のマリア祭壇、ロムシュレスレ文化センタークレーグリンゲン市の南端に、旧、バインスベルク家、現在のレムシュレスレがある。 この建物は1992年から1994年に改築された。現在、ロムシュレスレには、例えば公共図書館、私立音楽学校や、政党所などがある。さらには、定期的にコンサートや文化行事が開催されている。2月の第2水曜日は、クレーグリンゲンでは80年以上前から、祭りの日であった。クレーグリンゲンの馬市は、 タウバー渓谷やバイエルン州の近隣地区からすべての馬業者が参加する古い馬市の伝統と活発な市場の混合である。馬の表彰や雑貨市のほかにこの馬市のハイライトはパレードとそれに続いて行われる野外コンサートである。また、毎年伝統的なイースター市、精霊降臨祭市、クリスマス市が開催される。6月の第2週末に ドムシュレスレ公園内及びその周辺でバラの花祭りや闘苗祭が開催される。クレーグリンゲンでは活発なサークル活動が行われている。例えば、その他である。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。